フィードバックは受け取れるようになる。フィードバックと攻撃って違うんだっていうことを理解できるようになると、30代40代50代60代になってくると自分の人生が激変化していきます。生まれてきただけで It's alright It's alright Hey guys, thank you so much for checking out Chris's Room. 今週はですね、フィードバックとの付き合い方っていうところについて学んでいきましょう。どういうことかっていうと、ね、やっぱり人生って大変ですよね。で、自分が間違っているところとか、自分が改善できるポイントとか、自分が気づかないところっていっぱいあるんですよ。で、そういうところで、なんか自分が気づかないところがあって、なんか普通に歩いてて、フィードバックっていうのは壁に当たるっていうことですよね。こういう生き方でよって言って歩いてて、そこに壁に当たって、石に当たって、つまずく、痛いってなって、ブーってなって、ああ、はい。それが単なるフィードバックなんですよ、ね、ビジネスだったらあるやり方でやってみてうまくいかなかった、ね、大変だやめよう次の別のやり方でやってみよう、おうまくいったよかったねでやって、それやってたらまたどっかの壁に当たって、でもう一回改善していくっていう感じですよね。でフィードバックっていうのは人間関係のところでも深く深く入ってくると思います、ね、でどういうことかっていうと、まあちょっとね、そのフィードバックっていうのはね、これ気をつけないといけないポイントはね、フィードバックっていうのは自分を手伝ってくれる、自分を改善してくれるそのチャンスなんですよね。でもこのフィードバックについて意識をしてメンタルのトレーニングをしていないと、ね、本当に心の準備、フィードバックに対して意識してフィードバックをつかむ、フィードバックをもらうっていうことを意識して練習していないと、フィードバックっていうのはこのように聞こえると思います。クリス、君に問題があるんだよ、問題は君なんだよ、ね、そんなこと言われたらみんな嫌ですよね、キャーってなっちゃいますよ ね。フィードバックってそのように聞こえるんですけれども、本当は違うことですよね。本当は自分がもっと成長できるところがここだよって言ってくれてることですよね。ね、今ちょっと自分の生き方、自分がやっていること、自分の発言行動とかにちょっとの何て言うのかな、ミスマッチみたいなのがあってね、感覚的に言うとゴリ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 してるんですよね。スムースじゃないところがあって、こういうふうに変えたらもっとスムースにいくんじゃないのっていうのがフィードバックですよ ね。そうなんですよ。でフィードバックを受け取れるようにならないとどうなっちゃうかっていうと、他の人があなたにフィードバックを送ってくれるときに、それが自分の攻撃に勘違いのように見えるから、何が起こるかっていうと、そのフィードバックはいらないっていうふうにね、そんなこと言うなって言って、よくあるのは攻撃で返すんですよ ね。例えば僕にフィードバックが来て、クリス、A 変えたらどうなのって、A やめようよって言って、そしてよくあるのは僕は、え、俺の A 言うんだったらお前の B を考えろよ。そもそもあんたの B を直した後に私は A を直すわよ。みたいな感じで。で、その人はまたムカついて、いやいや、それだったらあんた C 直せよって言って、いや、俺の C を直すまで D を直せよ。みたいな感じで、本当にくるくる回っちゃって、攻撃、攻撃、攻撃っていうのがよくあると思うんですよね。人間関係で。なので、本当に20代の時に学んでいきたいことは、ね、フィードバックは受け取れるようになる、フィードバックと攻撃って違うんだっていうことを理解できるようになると、30代40代50代60代になってくると自分の人生が激変化していきます。逆にフィードバックがまだ自分の対しての攻撃だっていう勘違いをずっと持っていると、30代40代50代60代の時に結構自分の理想の場所から遠い遠い場所で、可能性としては結構孤独、一人の一人ぼっちの場所、一人ぼっちの人生になると思いますね。なのでフィードバックから論理的に自分が改善できるポイントを受け取って、でそれをプラン、自分のジャーナル、プラン、カレンダーに落として、3ヶ月かけてもいいから、4ヶ月かけてもいいから、習慣にして自分を変えていくこと、自分をチェンジしていくことだと思うんですよね。だから本当にね、
フィードバックは大切、本当に大切で、やっぱりフィードバックが受け取れるようになると人から好かれるようになりますね。なぜかっていうと、毎年毎年自分が改善していくから。ひょっとしたら毎週毎週ね、中には毎日毎日自分がいい方向に変わっていくんですよね。レベルアップしていく。で、そうすると自分がいい人に変わっていくと人から好かれます。いい人は好かれるんです。なぜかっていうと、優しいし、ハートがあるしね、そういう感じなんですよね。でもフィードバックが受け取られない人は人から好かれませんね。当たり前ですよね。ね、なんかこういうフィードバック言って、こういう風に変えてみたら、こういう風にやった方がいいんじゃないとか、いや本当にこれやめてほしいよね、これって本当に僕の心が傷ついてるから、こういう風にちょっとやめてくれないかな、その行動って言った瞬間に、相手はそれが攻撃だって思うから、また攻撃で返してくるんですよね、フィードバックを言ってくれてる人に。でフィードバックを言ってくれる人がね、に攻撃すると、その人はもうフィードバック言いたくないです。 You're being a tyrantOK? わかるかな、ね、せっかく誰かがフィードバック言ってるんだけど、その時に自分が暴力的になる。その時僕自分が、防衛的、ディフェンシブになって、そんなこと言うなみたいな、ね、そういう感情になってしまうと、フィードバックを言う人がフィードバック言うのをやめます。ね、そうすると多分その人は離れていくかもしれない。ね、そういう人が離れていくかもしれない。で、または自分がフィードバックを受け取ることができない、その能力が低すぎるから、自分を改善するチャンスを見逃しちゃうんですよね。で、その悪い癖、特に人間関係についての悪い癖が残る、ね、で自分が変わらないっていうことになるんですよね。それは避けたいですよね。ね、だから人から好かれたいんだったら、フィードバックを受け取らないといけないっていうことなんですね。で、論理的に人生生まれてきて完璧な人っていないんですよね、正直言って、ね、生まれてきてから完璧な人っていないんですよね。ってなると、完璧じゃない人が完璧になるんだっていう話になって、もう生まれてきてありがとう、あなたは完璧ですっていう感じで、はい、おしまいっていうふうにできるんですけれどもね。でもやっぱり自分はもっともっと成長できる場所ってありますよね。ね、もっと自分が進化できるところってありますよね。だから本当にこの世界で生まれてきて、世の中に生まれてきて、いろんなこと、いろんなやり方はわからない。で、自分でこれがいいんじゃないかなって思ってやってみる。でもそれがちょっと違うとか、別の方法があるとか、どうやったらもっといい方法を学ぶことができるのかってなると、フィードバックですよね。出してみて、ね、結果を見てフィードバックをもらって改善していくっていうやり方ですよね。なので、ね、生きている限り、自分が行動している限り、自分が発言をしている限り、人間関係がある限り、自分に成長ができるところがある限り、自分の行動発言にミスが出てきます。自分の行動発言に改善できるポイントが現れてきます。で、フィードバックがわからない、フィードバックをブロックする、フィードバックを受け取らない、いただいたフィードバックについて何にも学びをしない、勉強しない、行動を取らないっていう風になると、自分を変えることができなくなっちゃうんですよ ね。で、そうなると人間関係は間違いなく崩れていきますよね。変わらない人ってね、ちょっと辛いですよね、そういう人とのお付き合いって ね。 Alright、 じゃあね、そのフィードバックの必要性っていうところ、なぜフィードバックが必要なのか、ね、そして本当にフィードバックは生きている限り必要なもの、論理的に考えると need ですよね。 It's a need, right? So you need your feedback. じゃあこれからですね、具体的にどうやってフィードバックを受け取れるようになっていくのか、心の準備っていうか、メンタルとかね、それについてお話ししたいと思います。